一夜、夏目漱石作。美しき多くの人の美しき多くの夢を、と、ひげある人が、再び見たび、微吟して、あとは思案の定である。明かりに映る床柱にもたれたる、なおきせの、この時、少しく前にかがんで、両手に抱く膝頭に、険しき山ができる。稽古を得て、稽古を継ぎ、あたわざるを恨みてか、黒く緩やかに引ける眉の下より、安らからぬ目の色が光る。かけどもならず、かけどもならず、と、縁に欲しいして天下晴れて、あぐらかけるが繰り返す。かねて覚えたる前後にて、即興なれば、間に合わすつもりか。怖きひげを五分に借りてひげ蓄えぬ丸顔を傾けて、かけどもかけども夢ならばかけどもなりがたし、と高らかに樹脂を割ってカラカラと笑いながら部屋の中なる女を顧みる。竹かごもに熱き光を避けてかすかに灯すランプを隔てて、右手に血がいたな。前は緑き深き庭に迎えるが女である。画家ならば絵にもしましょう、女ならば絹を枠に貼って縫いに取りましょう、と言いながら白地の浴衣に片足を外崩せば、小豆側の座布団を白き甲が滑り落ちて、生めかしからぬほどは縁なる居住まいとなる。美しき多くの人の美しき多くの夢を、と膝抱く男が再び銀字出す後につけて、縫いにやとらん、縫いとらば垂れに送らん、送らん垂れに、と女はわざとらしからぬ様ながらちょっと笑う。やがて朱塗りのうちわの絵にて乱れかかる頬の黒髪をうるさしとばかり払えば、絵の先につけたる紫の房が波を打って、緑濃き紅油の香りの中に踊り入る。我に遅れ、と、ひげなき人がすぐ言い添えてまたカラカラと笑う。女の頬には乳色の底から捉えがたき笑いの渦が浮き上がって、まぶたにはさっと薄き紅を解く。会えばどんな色で、とひげあるは真面目に聞く。絹買えば白き絹、糸買えば銀の糸、金の糸、起煙とする虹の糸、夜と昼との境なる夕暮れの糸、恋の色、恨みの色は無論ありましょう、と女は目を上げて床柱の方を見る。憂いを解いて練り上げし玉の激しき火には耐えぬほどに涼しい。憂いの色は昔から黒である。隣へ通う路地を境に植え付けたる四五本のヒノキに雲を呼んで、今やんださみだれがまた降り出す。丸顔の人はいつか布団を捨てて、つるばみより両足をぶら下げておる。あの子たちは枝を漁したことがないと見える。梅雨もだいぶ続いた。夜は気もせずに降るの、と独り言のように言いながら、ふと思い出した手にて、我が膝頭を、ていていと平手を立てて、に切って叩く。かっけかな、かっけかな。残る二人は夢の鹿、死の夢か。ちょっと返しがたき話の糸口をたどる。女の夢は男の夢よりも美しかろう、と男が言えば、せめて夢にでも美しき国へ行かねば、と、この世は汚れたりと言える顔つきである。世の中が古くなって汚れたか、と聞けば、汚れました、と、眼線に
軽く玉気を吹く。古き壺には古き酒があるはず、味わいたまえ、と男もガチョウの羽をたたんで、シタンの枝をつけたる羽うちわで膝のあたりを払う。古き世に酔えるものなら嬉しかろう、と女はどこまでも拗ねた手である。この時、かっけかな、かっけかな、としきりに我が足をもてあそべる人、急に膝頭を打つ手を上げて、しっと二人を制する。三人の声が一度に途切れる間を、くくーっと鋭き鳥が、ヒノキの上枝をかすめて、裏の禅寺の方へ抜ける。くくー。あの声がおととぎすか、と、羽うちわを捨てて、これも、つるばみ、側へ這い出す。見上げる、軒場を斜めに、黒い雨が顔に当たる。かっけを気にする男は、指を立てて、羊猿の方を指して、あちらだ、と言う。鉄牛児の本堂の上あたりで、くく、くく、一声で、おととぎすだと悟る。二声で良い声だと思うた。と、再び床柱に寄りながら、嬉しそうに言う。このひげ男は、おととぎすを生まれて初めて聞いたと見える。一目見てすぐ、惚れるのも、そんなことでしょうか。と、女が問いをかける。別に恥ずかしという景色も見えぬ。ゴブ狩りは向き直って、あの声は胸がすくよだが、惚れたら胸は使えるだろう。惚れぬこと、惚れぬこと。どうもかっけらしい。と、親指で向こうずねへ力穴を開けてみる。求人の上に一気を加える。加えぬと足らぬ。加えると危うい。思う人には合わぬがましだろう。と、羽うちわがまた動く。しかし、てっぺんが磁石に覆うたら、初めて覆うても、会釈はなかろう。と、親指の穴を、盛んに撫でて済ましている。見たことも聞いたこともないに、これだなと認識するのが不思議だ。と、司祭らしく髭をひねる。わしは、歌丸の書いた美人を認識したが、なんと絵を生かす工夫はなかろか。と、また女の方を向く。私には認識したご本人でなくては。と、うちわの房を細い指に巻きつける。夢にすればすぐに生きる。と、霊のひげが無造作に答える。どうして？わしのはこうじゃ。と、語り出そうとするとき、かやり火が消えて、暗きに潜めるが、つと入れて、首筋のあたりをチクと刺す。肺が湿っているのかしらん。と、女がかやり火を引き寄せて蓋を取ると、赤い絹糸でくくりつけたかやり火が、いぶりながらふらふらと揺れる。東隣で琴と尺八を合わせる音が、紫陽花の茂みを漏れて手に取るように聞こえ出す。透かしてみると、開け放ちたる座敷の火さえちらちら見える。どうかな？と一人が言うと、人並みじゃ、と一人が答える。女ばかりは黙っている。わしのはこうじゃ、と、話がまた元へ戻る。火をつけ直した、かやりの煙が、筒に、うがてる三つの穴を漏れて三つの煙となる。今度はつきました、と女が言う。三つの煙が、蓋の上に固まって、茶色の玉ができると思うと、雨を帯びた風がさっと来て吹き散らす。固まらぬうちに、
ふかるるときには、三つの煙が三つの輪を描いて、黒塗りに蒔絵を散らした筒の周りをめぐる。あるものはゆるく、あるものはゆるく、あるものは解く、解くめぐる。またあるときは、輪さえ描く暇なきに乱れてしまう。ダビダ、ダビダ、と丸顔の男は急に、焼き場の光景を思い出す。蚊の世界も楽じゃなかろ、と女は人間を蚊に比較する。元へ戻りかけた話も、蚊やり人ともに吹き散らされてしもうた。話しかけた男は別に語り続けようともせぬ。世の中はすべてこれだと、とうから知っておる。お夢の物語は、と、ややありて女が聞く。男は、脇にある羊の皮の表紙に、朱で署名を入れた刺繍を取り上げて、膝の上に置く。読みさしたところに、象牙を薄く削った紙ナイフが挟んである。缶に余って長く、外へはみ出したところだけは、細かい汗をかいている。指の先で触ると、ぬらりと怪しい字ができる。こうしけてはたまらん、と眉をひそめる。女も、じめじめすること、と片手にたもとの先を握ってみて、こうでも炊きましょうか、と立つ。夢の話はまた伸びる。仙徳の香炉に下の蓋があって、下の蓋の真ん中には、猿を刻んだ鮮玉のつまみ手がついている。女の手がこの蓋にかかったとき、あら、雲が。と言いて、長い袖が横になびく。二人の男は共に床の方を見る。香炉に輪る白樹の塀には、ハスの花が刺している。昨日の雨を身の着て、きりし人の情けを床に眺むるつぼみは一輪。巻き葉は二つ。その葉を、猿三寸ばかりの上に、天井から白金の糸を長く引いて一匹の蜘蛛が、すこぶるがだ。蓮の葉に蜘蛛を、下りけり顔たく。と吟じながら、女一度に数鞭をつかんで、香炉の裏に投げ込む。少々かかって動かず、田園竹林をめぐる、と呪して、ひげある男も、見ているままで払わんともせぬ。雲も動かぬ。ただ風吹くごとに少しく揺れるのみである。夢の話を、雲も聞きに来たのだろう、と丸い男が笑うと、そうじゃ、夢に絵を生かす話じゃ。聞きたくば雲も聞け、と膝の上なる刺繍を読む気もなしに開く。目は文字の上におつれども、通りに映ずるは死の国のことか、夢の国のことか。120件の回廊があって、120個の灯籠をつける。120件の回廊に春の牛尾が寄せて、120個の灯籠が春風に瞬く。おぼろの中、海の中には大きな鳥居が、浮かばれぬ巨人の貨物のごとくに立つ。檻から激しきベルの響きがして、何者か門口を開ける。話しては、はたと話をやめる。残るは、ちょっと居住まいを直す。誰も入ってきた気配はない。隣だ、と、ひげなしが言う。やがて、渋蛇の目を開く音がして、また明晩、と若い女の声がする。必ず、と答えたのは男らしい。三人は無言のまま顔を見合わせてかすかに笑う。あれは絵じゃない。生きている。あれを平面に綴めれば
やはり絵だ。しかしあの声は、女は藤紫、男は捜査と半じかねてひげが女の方を向く。女は火と癒しむごとく答える。120件の回廊に235枚の額がかかって、その232枚の額に書いてある美人の声は、黄色ですか、茶色ですか、と女が聞く。そんな単調な声じゃない。色には直せぬ声じゃ。強いて言えば、ま、あなたのような声かな。ありがとう、という女の目のうちには、憂いを込めて笑いの光がみなぎる。この時、いずくよりか、二匹のアリが這い出て、一匹は女の膝の上によじ登る。おそらくは、戸惑いをしたものであろう。上がり詰めた上には、獲物もなくて、下り道をすら失うた。女は驚いた様もなく、うろうろする黒きものを、外白き指で、軽く払い落とす。落とされたる拍子に、旗と他の一匹と、高麗べりの上で出会う。しばらくは、首と首を合わせて、何かささやき合えるようであったが、この時は女の方へは向かわず、小伊万里の菓子皿の端まで同行して、ここで右と左へ分かれる。三人の目は、着せずして二匹の蟻の上に映る。ひげなき男がやがて言う。八畳の座敷があって三人の客が座る。一人の女の膝へ一匹の蟻が上がる。一匹の蟻が上がった美人の手は、白い、蟻は黒い、と髭がつける。三人が等しく笑う。一匹の蟻は、灰吹きを上がり詰めて絶頂で何か思案しておる。残るは運よく、菓子器の中でくず餅に会合して嬉しさのあまりか、まごまごしている気配だ。その絵に描いた美人が、と女がまた話を戻す。波さえ音もなきおぼろ月夜に、ふと影が差したと思えば、いつの間にか動き出す。長く連なる回廊を飛ぶにもあらず、踏むにもあらず、ただ影のままに動く。顔は？と、ひげなしが尋ねるとき、再び東隣の合奏が聞こえ出す。一曲は、早くにやんで、新たなる一曲は始めたと見える。あまりうまくはない。蜜を含んで針を吹く。と、一人が評すると、ビステキの化石を食わせるぞ。と一人が言う。作り花なら、乱者でも炊き込まねばなるまい。これは女の申し分だ。三人が三様の解釈をしたが、三様ともすこぶる返しにくい。サンゴの枝は海の底、薬を飲んで毒を吐く軽薄の字と言いかけて我に返りたるひげが、それそれ合奏より夢の続きが肝心じゃ。絵から抜け出した女の顔は、とばかりで口ごもる。かけどもならず、かけどもならず、と丸木男は調子を取りて、軽く銀腕を叩く。くず餅を得たる蟻は、この響きに同意して、柏の中を右左へ駆け回る。蟻の夢が覚めました、と、女は夢を語る人に向かって言う。蟻の夢はくず餅か？と、相手は高からぬほどに笑う。抜け出ぬか、抜け出ぬか。と、しきりに菓子器を叩くは丸い男である。絵から女が抜け出るより、あなたが絵になる方が優しゅうござんしょ。と女はまた髭に聞く。それは気がつかなんだ。今度からはこっちが絵になりましょう。と男は平気で答える。
アリもクズ餅にさえなれば、こんなにうろたえんでも済むことを。と、丸い男は、碗を打つことをやめて、いつの間にやら、葉巻を応用に吹かしている。さつき雨が四尺伸びたる、目だけの蝶子鉢の上に覆り重なりて、あまれたる一二本は高く幹に迫れば、風誘うたびに戸袋を吸って、つるばみの上にも、はらはらと所選ばず緑を滴らす。あそこに絵がある、と葉巻の煙をぶっとそなたへ吹きやる。床柱にかけたる、ホスの先には、滝残る甲の煙が染み込んで、軸は弱中の露眼と見える。仮の数は73羽、足は元より数えがたい。カゴランプの明かりを浅く受けて、深さ三尺の床なれば、古き絵のそれと見分けのつかぬところに、あからさまならぬ趣がある。ここにも絵ができる、と柱に寄れる人が振り向きながら眺める。女は、あらゆるままの黒髪を肩に流して、丸張りの絹、うちわを軽く揺らがせば、折々は瓶のあたりに、そよと乱るる雲の影、収まれば、淡き眉の常よりもなお、晴れやかに見える。桜の花を砕いて、織り込める頬の色に、春の夜の星を宿せる目を涼しく見張りて、私も絵になりましょうか、と言う。覇気とわからねど、知らずに、クズの葉を一面に崩して、染め抜きたる浴衣の襟を、ここぞと正せば、暖きかき大理石気にて、刻めるごとき首筋が際立ちて男の心を引く。そのままそのまま、そのままが名画じゃ。と一人が言うと、動くと絵が崩れます、と一人が注意する。絵になるのも、やはり骨が折れます、と、女は二人の目を嬉しがらしょうともせず、膝に乗せた右手をいきなり後ろへ回して、体を胴と斜めに反らす。丈長き黒髪が、きらりと明かりを受けて、さらさらと青畳に触る音さえ聞こえる。ナムさん、コウズ、マ王子、と、ひげある人が軽く膝頭を打つ。刹那に千金を惜しまず、と、ひげなき人が葉巻の飲み殻を庭先へ叩きつける。隣の合奏はいつしか病んで、火を伝う雨天の音のみが高く響く。かやり火はいつの間にやら消えた。夜もだいぶ更けた。ほととぎすも泣かぬ。寝ましょうか。夢の話はつい中途で流れた。三人は思い思いに不死度に入る。30分の後、彼らは美しき多くの人の、と、いう句も忘れた。ククーという声も忘れた。蜜を含んで針を吹く隣の合奏も忘れた。アリの灰吹きをよじ登ったことも、ハスの葉に降りた蜘蛛のことも忘れた。彼らはようやく太平にいる。すべてを忘れ尽くしたる彼女は、我が美しき目と美しきヒゲの主であることを忘れた。一人の男はヒゲのあることを忘れた。他の一人はヒゲのないことを忘れた。彼らはますます太平である。昔、阿修羅が大釈天と戦って敗れた時は、84000の眷属を利用して、宮司甲中に
行って隠れたとある。唯馬が北条の質に法を聞ける大衆は千か万かその数を忘れた。くるみのうちに潜んで、我を人代、千世界の王とも思わんとはハムレットの十回と記憶する。俗流、開花のうちに蒼天もある、大地もある。一世死に問うて言う。分子は箸でつまめるものですかと。分子はしばらく置く。天下は箸の先にかかるのみならず、ひとたびかけうれば、いつでも胃の中に収まるべきものである。また、思う百年は一年のごとく、一年は一刻のごとし、一刻を知ればまさに人生を知る。日は東より出て必ず西にいる。月は満つれば隠る。いたずらに指を食うして、白桃に至る者は、虎にぼうぼうたる時に、未信を限らるるを恨むに過ぎず、実月は欺くとも、己を欺くは、智者とは言われまい。一国に一国を加うれば、二国と増えるのみじゃ。食船、重要の錦、花を添えて幾幕の色をか変遷。八畳の座敷に、髭のある人と髭のない人と、涼しく目の女が返して、核のごとく一夜を過ごした。彼らの一夜を描いたのは、彼らの生涯を描いたのである。なぜ三人が落ち合った？それは知らぬ。三人はいかなる身分と素性と性格を有する？それもわからぬ。三人の言語動作を通じて一貫した事件が発展せぬ。人生を描いたので、小説を描いたのではないから仕方がない。なぜ三人とも一時に寝た？三人とも一時に眠くなったからである。